本目のコーナーは決めた。庄司ほのやの移籍後初ゴール。マユリポンアウト。懸命な戻りです。右足フィニッシュ。ブロックに入ります。そしてここも懸命に行きます。庄司もう一つを考えたいですね。はい、このホイッスル庄司からセヌ前には、まあ、この辺でこうボールを回すことができれば、まあ、先ほど前川選手前向きでボールを守っている吉原何をして防いでますよね。そうですね。キックです。キッカー藤村、まもなく後半の45分、2本目のコーナーは決めた。庄司ほのやの移籍後初ゴール。コーナーキックからの得点、同点に追いつきました。制限金沢ドンシャーのヘディングですね。ボールも良かったですし、こう2人マークずれてるんですけど、うまく体前に出てね、庄司選手と前に出ましたよね。マーク2人いても必ず前に出て、まあ、ボール入ってくることを信じてた結果ですね。安西が取った。安西蹴らす。これを拾えるように全体にタオルを開けたいですね。はい、これで金沢の方は取った井出。井出のシュート、勝負のブロックです。ランカー、ランカーのボール、より前を向く小室へ。小室抜ける、1対1。さあチャンスになる。中では有利。おアウト。懸命な戻りです。庄司ほのやスライディング。素晴らしい。いやゴールキーパー1対1のシーンでしたが、素晴らしい対応でしたよね。でしたが先ほどのプレー、ここからでしたね。まあ、ここで2つね、1つここの工作でね、やっぱバランス崩さず小室選手よく耐えましたので、はい、ここも小室選手しっかりこう待って待って待ってね、味方の戻りも見えてたと思うんですよ。それが見えてたからこそ自分も我慢。平戸来た。平戸右足シュートブロックして、ボランチの甲が出ています。下がってボールをしっかりと引き上げていけば前線からの出ています。背後の谷口というところは通りませんでした。さあそしてこちらもロングボール。庄司庄司がブロック。向こう側秋田ボールのスローイン。左足当てますが、これは庄司。松岡、松岡からふわっと浮かせたボール。さあ矢野、これは森も。さあジュニーのボールコントロールから、ここは庄司が対応します。ゴールキックです。上げ直してギラのところ、ファーサイドギラもいる。近いサイドを狙った。渡った。1対1かわして右足フィニッシュ。ブロックに入ります。そしてくる長谷川、裏取ってバイヤー。このボールは庄司がクリアします。後藤田、後藤田のグラウンダーのクロス、中山拾ったのは岩田。ルキアン、ここも懸命に行きます。庄司4試合ぶりの先発で今日入りまして、縦に入れてきました。鈴木、右のスペース、ルキアン、ルキアンと庄司、タッチに逃れています。エアコントロール、縦に長いボール、イバ。さあこのイバには今日は庄司が本当に仕事をさせてませんね。そうですね。から松田、渡辺が入るが、ここは
庄司がクリア、まあ、ですがこのハスキッチそしてリバとね高さのある外国人に2人がトップ張っている中でそれだけ頼りにされてるっていうことでもあるんですよ ね。さあ抜け出して大谷普通です。前を向いた、よく体を張ったのは庄司でした。ほぐれこのボール庄司がいいディフェンスです。集中しています39番の庄司。クロスは吉田、ここはダイレクト上げてくれ、宇高には通らず庄司がこのボールクリアしました。あのボランチ2枚で、ね、ゲームを作っていくことっていうのが重要になります。ボンチプレイしたいです。馬場先から宇高ですが、ただの中盤のスペースが空いてきているので清水のシュート、庄司がブロックに行きました。前線見てます、このボールを収めることができるか。庄司から、うん、このボール庭が抜け出して、庭が最後は知念のカバーリング、技ありの股抜き、阿部がクロス、ウズボール確かに割っています。ふわっとしたボール入りますが、セカンドボールはどうか。バック出た、さあゴール前どうか。ここはシュートにはいきませんでした。川野がゴール前に駆け込んでいく、上条チャンス、シュート、ブロックよく寄せました。寄せたのは庄司、山見のボール、川本の前でディフェンス触っています。触ったのは庄司、ワンタッチ右から船山チャンス、船山フィニッシュ。ここはスライディングが入ってきました庄司です。さあもう一回ね、中パスして中の右手に出すよ。最後は最後庄司ですね。庄司選手ナイスブロック。